まれております。それで、このお家を例の袋は？ありましたよ。それに風亭も、花魁の言われる関戸の真和八にそっくりです。大口をこの目ではっきりと確かめた。この人は綺麗な山下の大きな女の人は知らんけど。あ、ごはん。たまに。いや、ごはんスイッチ入れないですね。たまにだったな。あれはすごい2年ほど前に万次郎の僕が立ち三年で甲子城郎から一気に追い上げて出世をしたようです。その前は何を作ったのか春休みを入院いたしましたが千成は見つけとなってこのものを調べますと神話が一座の大変なことでございます。春休みは神話側を作ったのか。あ、おそらくご苦労ですか。では私の昔の名前を知ってるとは驚いた。誰なんだい。上州高崎塾庄屋三代目の娘。庄屋の娘。そのそっくりもらい受けに来た。行くんだ。徳田様、私と言うとどうやらすぎません。でも私にはまだやらねばならないことがどうかお許しください。待て。春霞なのおいらん大口屋に何らかの遺恨があるのでございますが、領主の高崎君、庄屋三代目の娘菊と名乗っていた。早速調べてみます。姉様、大口屋はいかがなされるご所存。まさかこのまま捨ておかれるのでは。いや、田中様、黒幕の正体をつかむまでは今しばらく泳がせておいた方が得策かと。それだけではない。春休みの秘めた事情もある。さあ、お奉行さん。何者だ。お金
金奉行の広田十太夫殿でございます。お金奉行大口屋、公金二万両の手はずは整うと今宵寮に運び入れようぞ。恐れ入ります。だが月杖に勘定奉行の蔵改めがある。それまでに戻さんと大変なことになるのだ。ご安心ください。早速二万両を使わせていただき、米を買いまくって値をつり上げ、このように働って売り逃げいたします。うん。こたびの申せばどのことになる。広田様の取り分はざっと見積もって三千両ほどかと。うん。三千両か。大口屋殿、この万次郎とは吉原の友で、庄屋の娘菊は万次郎の間、あるがすいらん。吉原の村は何でしょうかね。いや、そいつは謎ですがね、昨夜のあの女は、あるがすに間違いねえ。どうするの、始末しておくれ。三代門は20年ほど前非業の死を遂げておりました。非業の死？何があったんだ。押し込みに入られ、三代門をはじめ妻子雇い人ことごとくが皆殺しに。ただ当時7歳の娘菊のみが名も逃れています。軍代の調べによると下手人は不明のまま今に至っております。上様、大口はこのまま黙っているとは思いません。今晩、おいらが抜けます。やっと、おいらの願いが。どこか行ったんだろうね。あ、笠平さん知らないかい？私だけを床下に逃がしてくれたんです忘れません。それからの私は人買いにさらわれて、いろんなところに売り飛ばされた挙句、旅の神楽座一座に拾われたんです。その旅の途中であの男の素性を知ったのです。野州関戸村の孫八、凶暴で
金のためなら誰かに構わず殺してしまうやつです。あの赤道の孫八だけは絶対に許せない。やがて一座は人手に渡り、私は新しい太夫元に売られて吉原に来たんです。歌吉の話によると孫八を両国の花火の人混みで見かけたということだが。それは私がこの目で見たんです。